こんにちは片岡さくら子ですロックダウンになった時に私ちょっと一つだけほっとしたのはみんながもう仕方がないっていう状態になるからあの良かったですみんなでそうするから。だけどその前っていうのはそれだけこう違いがあるともうご厚意で誘ってくださるとかっていう時にでも私はもう行きたくないと思っていてでも向こうは全然キスラセラで。 いやあの人たちいやあの人は大丈夫あの人は大丈夫そういやあの人怪しいんじゃないとかさ何を根拠に何を根拠に言うんでしょうねでもなんか私たちの中にちょっとそういうのってまあ、ぶっちゃけた話ありますよねでもウイルスは差別をしませんからね、うん、もうこれはこれだけは分かっといた方がいいウイルスは平等な差別しない感情じゃないからそこにあるものがあのこうやって顔触って目やら鼻やら口やらとかね入っちゃったら入っちゃうってだけの話すっごい簡単な話であの。 しないんですよね志村けんさんが亡くなってしまったっていうことでちょっとあれがこうウェイクアップコールというかちょっとあーええー、って身近な話になられた方もとても多かったと思うでアメリカではねトム・ハンクスご夫妻ねあのフォレスト・ガンプの。 なんか,こうか彼らってそのセレブリティだけどすごく親しみもあるしちゃんとした人みたいなイメージがあるあな,んとかなあ,あんなちゃんとした人でもかかるんだアメリカ人でとアメリカの人多分思ったんだと思うんですよ全員がない,にじゃあないにしてもね。でそれがやっぱりすごくこうその時にスイッチ入ったなっていう感じはしますよね。 で彼らは、まあ、オーストラリアで移ってしまってで表明を出してやっぱりこういうことになるので皆さんも気をつけてねっていうふうに言ってくれてでしばらくオーストラリアの方で治療をなさってこの間戻も,うこないもうちょっと前かあの元気に回復して戻ってこられたということでね、まあ、それは良かったんですけどこのなんて言うんだろう今でいう3密の場所に集まることになるそういうお誘いへの。 態度が不見えになっちゃうみたいな感じでね いやーちょっとあその辺ちょっとしんどいかなとか思ってでもねこういう風にしましたのでもしそこがしんどいなと思われる方がいらしたら使えるようだったら採用してくださいちょうどそのもうロックダウンなるかなならないかなっていうあたりだと誕生日の頃と重なっていたのでもう私のためにもう言ってくれてるからちょっと断りにくいなと思ってどうしたかなと思ったけどよしと思ってあもうのごめんねこういう時だからちょっと今回は私はパスするねせっかくね考えてくださってありがとうと。 私自身はね自分が持ってるとは思わないんだけどでももう全くわからないのでだからもし私が行くことで誰かに移してしまったりしたらもうとんでもないことなのであのそういうことも考えて今回はやめておこうと思うのでまたこれがあの消息したらねもう絶対行きたいから。あの 誘ってくださいとで,で,もそ,れもそ,うでそこのまでの間もね Zoom とかあのメッセンジャーでも楽しめるからどうかあのまたそれでつながっててね「ねよろしくお願いします」でも今回やっぱするねごめんね」ってねちょっと今長かったけど <laughs> まあこういうようなあのマインドセットで言うと自分が言いやすくなるしあのそういうふうに言われると聞いた方も「あってさ別にそ,その人は教育してやろうとかそう,ですそういうんじゃなくて「あのあそうなのか」とかね あのその自分が断る対こという行動があの相手をあの無理やりじゃないんだけど変わっていただくきっかけになるかもしれないので、まあま、もしよかったらね使っていただきたいなと思いますそれからのこれもあったなまだ私がコロナウイルス IQ が低かった頃にね <laughs> うちの夫は1月の末からちょびちょび備蓄してた人ですから <laughs> で彼と一緒にセントラルパークを散歩してたまだ出て自由に出ていい時だったから。 そうしたらセントラルパークって観光客が多いのでよくあの「私どうもあのいつでもお頼みください」ってここに書いてあるみたいで「よく写真撮ってください」って頼まれるんですよ「それはいいですよ」って言って「もうちょっとあいやちょっとこっちの方がいい」とか頼まれてないことまでやるっていうのがまあ私なんですけどいつもの調子でね「写真撮ってくれますか?」って言われた時にドローストしたらうちの隣でよおお夫がさ「もう断って断ってお願いだから」 言われたんだけど断ってもうい,いうんって目が合っちゃったし後で手拭くからとかって言ってまあそれであの,その手拭くのもその彼のを黙らせるために <laughs> 拭いてたぐらいのそれぐらいの感覚だったんです当時はねだからあの余計にその気がついてなくてっていうのが分かるから言いたくなっちゃう今,今ね言いたくなっちゃうのかもしれませんね。 でだん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 私もコロナウイルス IQ が上がってくるとあそうかあれはやばいことだったんだなぁと思ったそりゃそうですよねだってその方 が、まあ、もしウイルスを持っていたあるいはその人がどっかで触ってどっかのそう、ね、近くにあるカフェの扉を開けたそこにたまたまウイルスがいたのをここに持っててそれでご自分はこうやって写真をあっセントラルパークさすがニューヨークとかやって撮っててそこへふらふらと私が通って「あ私も撮ってくれる写真」って言って渡した場合ですよ私が受け取ったその携帯にはウイルスがウジャウジャいるって話になるじゃないですかちょっとよく分かってなかったんですけど昔はで。それをっった私はこうやって、ねね、どうやてども っって言って言「ああ」っていつもみたいにこうやって顔触ったらウイルスは入るよね。うん、と夫は一生懸命言ってたんだけど怒って言ってるからさもう聞く耳持たなくてよく分かってなかったでもだんだん分かってきたとそれでそれからしばらくしてまた行くと「またねいつでもお頼みください」だからまた頼まれちゃったんですよでその,その時はさすがに私ももうなんかもう顔中で「ごめんね」って言って。<laughs> 言って今、まあ、一応その「悪意なって言ったんではないというのだけはでも伝わったと思ったんだけどでも「言ノー」って言われた方は絶対「イエス」って言われると思ってたらしくて何かとか「<laughs> <laughs> そういう顔をしたんですよだから彼のコロナウイルス IQ はめちゃくちゃそ,あのその時は低かったんだと思うんですよね。でそれ私ずっと考えててね「今度じゃあ写真撮ってくださいこの私の iPhone で」って言われた時にどう したらいいんだろうと思ってねあの、no! っていうのもちょっと嫌なものが残るでしょ。それでっていうのもまあまあ悪くはないけどでもじゃあそれだったらさなんかあの軽く説明したらいいんじゃないかなと思ったんですよ。で今、ね、コロナウイルスのこういう時期だからあ,のあなたじゃないかもしれあなたじゃないんだけどあのその電話についているかもしれないしもしかしたら私が。 持っていていさっきくしゃみをしたばっかりでこれをこう触ってしまったらそのウイルスはあなたに行くしまたあなたが違う人に写真を撮ってもらったらまた隣のまたその人にあのウイルスのその人の手にウイルスは行くかもしれないっていうことが続いていくからねだからやっぱりあの今はそれをしない方がいいと思うのごめんねって言うとですね言えるかどうかは別としてそう妄想の中では、まあ、それを言えたらですよ まあ、私も自分の身を守れるしどこかの誰かの身も守れるしなおかつその人がさ知らなかったとさ「あそういうことなのか」って気が付いてくれたら「あのあんたね今こんなの分かってないのか」っていう喧嘩じゃなくって自分の「私はこう思ってるんです」っていうことを態度に表したり説明したりすることでなんかあの。 そういうういいいのののががね伝わっていくのかなーっててくかかななあると思ってよし試してやろうと思ってさもうその日一日中誰か頼んでくれないかなと思ってたけど誰も頼んでくれないっていうね探してる時は頼んでくれないってまあそんなものかもしれませんねまあでももしよかったらちょっとそういうのも使ってもらったらいいかなで温度差が違うとしんどいとかありますよねであのこう 言葉にはならないんだけどなんか何かが何かがっていうのはあるじゃないですかそれねいい方法を教えてもらったんですよ昔ねニューヨークのなんかちょっと怪しいワークショップでさあのこうちょっと今座ってるけれどもちょっとこう何こうどうしたら映らないななんて言うんだろう柔道やるみたいにしてちょっと足を広げてふんって踏ん張った状態でそれでそれこそあの空手みたいにこういう手でねこうやってねでこうこうする時に「はぁ!」って腹の底から「はッハぁはぁちょっと今遠慮してやってますけど「 っってて、言もう何回も何回ももう,もう汗だくになるぐらいやるとねちょっと感じてみてください胸がね割となんか「はぁ、あ」で軽くなったりスキッとしたりっていうのはあると思うのでちょっとねそれ使えますねねそれもそこまでやりたくないっていう人はあの吐くだけでもいいと思いますあの今ここがお部屋だとして換気をするんだぐらいの感じで なんか怖いよーとかこんなことになってクソやろうとかごめんねそういう言葉にあの自分の本音を言葉でわーって叫ぶのもいいかと思うけどなかなか自分が何を感じているのかもわからないってこともあるかもしれなくてでもそれはエネルギーなのであのはーってだけでもいいあともう一つね軽くね軽く胸をあのちょっと放慢な方は叩きにくいけど、まあ、この胸のちょっと上ぐらいここをこうあーって叩きながらそしてね <laughs> 声にならない鳴き声 <laughs> 叫び声 <laughs> これもいいこれもいいですよかもうすっきりすっきりうんまあいろんなそんな方法もあるからねあの、まあ、よかったらちょっとま騙されたと思ってやってみてくださいお部屋の換気もね忘れないように興に見えない人を思いやるっていうウイルスでもあるし 目に見えないものがそこにあるっていうことを考えながらあだからこれね今流行ってるマインドフルネスって流行ってるでしょ瞑想しなくていいこのウイルス対策をすると嫌でもマインドフルになるんです今まであのオートマでこう家に入ってきてドア閉めてチャーチャーってもう靴脱いでってやってたのをふとえっとここのドえっと今,今の自分の動きをあらここでこう脱いで手を洗おうとか手を洗うのもこう。 目の前にあること200%今ここにいるっていうさあの贅沢な時にはすごいお金払ってワークショップに行かなきゃいけないことを毎日、えー、ウイルス対策でできるっていうねあのそんなつもりでやるとちょっと楽しくなるかもしれませんしあともう一つ手を洗うっていうところまではやってるんですけどもう一つはそのその後にちゃんとあのクリームをつけましょうってそれはカサカサするからっていうこの気持ち悪いからっていうのもある,あるんですけど。あの かなり信頼筋の話によるとそカサカサしたところからウイルスが侵入しやすくなったりするそうなのであのちゃんとそれもケアしながらやってくださいね。以上。 ダメよ三密はだって密閉があ,あそれはダメ密集あ,あそこもダメ密接やめてああダメダメなの。 お家でまったり心の濃厚接触してみないどこかの誰かを思いやれるあなたってすてき。<laughs>